平成8年台風第9号は、1996年7月から8月にかけて、超大型で非常に強い勢力を維持したまま、先島諸島に接近し、その後台湾と中国に大きな被害を出した台風である。この台風は、7月の台風の中で最も強風域が大きい。また陸上において7月史上第1位となる。 中心気圧927.1ヘクトパスカルを記録したを記録した台風は平成19年台風第4号である。震度図1996年7月24日午前9時ろ、サイパン島の北東海上で台風9号が発生し、国際名ハーブと命名された。発生地点の緯度は19.0度で比較的高緯度だった。 なおこの台風はフィリピンではフーニングと呼ばれる。台風は29日、フィリピンの東海上で超大型で非常に強い勢力に発達。なお、27日午後3時頃からの72時間、勢力は依然、中心気圧940ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルのままであった。しかしその後、先島諸島に近い海域でさらに発達し、 31日午前3時ごろ、合同台風警報センターによる解析で、カテゴリー5に達した。台風は31日午後5時ごろに、最盛期勢力で沖縄県り表島付近を通過し、8月1日に台湾に上陸後、中国大陸に上陸。台湾上陸時は JTWC による解析でカテゴリー4のスーパー台風であった。そして日、 洋水した流域にて熱帯低気圧に変わった。この台風は台湾と中国で大きな被害を出したにもかかわらず、この台風の国際名、ハーブは引退扱いとならなかった。なお、1999年に台風23号が発生していた場合は、この台風と同じ国際名、ハーブが割り当てられる予定だった。しかし、 1999年の台風発生数は22個で、23号は発生しなかった。翌年2000年には台風の国際名は英名からアジア名に変更となり、国際名、ハーブが台風の国際名として使用される機会はなくなった。他の海域でもハーブが使用された実績がないため、この国際名は世界の熱帯低気圧の中で唯一のものである。 ありがとうございます。